こんにちは。今回の舞姫大学特別講義は、やりたいことの見つけ方ですね。やりたいことがないっていう方、確かにいらっしゃるんですよ。でも、私とね、会話をしているとね、やりたいことがないんではなくて、やりたいことが無数にあって、それをこなしていることに気がつくんですよね。まあ、例えばね、えー、前回、数年前の話ですけども、そこを発端にして私もね、 このやりたいことがないんですっていう方への対応の仕方をちょっと一つ覚えたんですけども、やりたいことがないよっていうふうに言われたときにあ、そうか。ところで飲み物何にするコーヒーとか紅茶とかお水とかあるけど、つっうからね。そうすると、あ、すいません、お茶くださいって言われるわけなんですよ。うん、じゃあお茶どうぞって,ってで。飲むわけですよね。お茶飲んでますよねって。お茶飲みたいと思ったから飲んだんですよね。やりたいことほらあるじゃんって。<laughs> で、昨日は何時に寝ました?って」つかね昨日遅くてね。2時半ぐらい寝たんですよ。うわ2時半ですか。それは眠たいから寝たんですかつか。いつの間にか寝ました。ああ。眠たいっていうことは実現しましたね。<laughs> 今日私のとこ来ましたよね。会いたい人に会いに来たんですか会いたくもないのに来ないですよね。ああ、確かに。やりたいことがないって言ってるけども、やりたいこと結構あるじゃないですか。<生>で、それを やりたいことをスッと実現してるから、あんまり金止めてないだけで、でもこれ非常にありがたいことじゃないかなと思うんですよ。まあ、例えば、まあ、スマートフォンをね、ポッと出せば検索ができる。検索しようかなと思ったら検索できるでしょで私の連絡先もそれで知ったわけじゃないですか。で動画を見ようと思ったら再生ボタン YouTube を押したら動画が始まると。 やりたいこと知りたいこと見たいこと聞きたいこと全部できるしやりたくないことはやりたいやりたいやらないっていう選択もできるしやりたいこと結構見つかってますね。まあ、というように一日のうち人間って7,000個の選択をしてるっていうふうに言われるんですよね。でそれはすぐに実現したりやめとこうかなっていうふうに、えー、後回しにできるすごく簡単なことだから意識してないけどもでもやっぱりねやりたいことやりたくないことって人間って こうやってうん、なんか選択してるんだよねっていう風にお話するんですよそしたらねいやそういうことじゃなくてって言われるんでああ十分分かってます分かってます、うん、なんかねちょっとこうとんじみたいなお話になっちゃったんだけどすいませんとでやりたいことってのは結局人生をかけてまでやってみたいこととか大きなね花を咲かしてみたいとか一発当ててみたいってそういうことですよねうん、それはほっといたらこれそのうち出会うし 出会わなくたって素晴らしい人生を何々さんは過ごしてると思いますよ。まあ、くよくよしなくても大丈夫ですよ。まあ、そんなことを話したりとかね。まあ、あと、ちなみにそういう時に、えー、雑談が始まってね、えー。まあ、昔の若い頃の話になったりとかして、まあ、若い頃はね、あの、好きな子に告白できなかったんだみたいな話になるわけですよね。うん、そうなんですよね。あの、やりたいことがあったわけですよね、その時にね。 あの子と付き合いたいなと思ったけどちょっと行動に移せなかったですよね。それ私もあるんですよ。みんなあると思いますよ。だからやりたいことが見つかったからといって結構ねやらないことって多いんですよ。<laughs> 分かってはいるけどもやらないことってね。まあ、だからそれが今日も来たんじゃないですかみたいなね。<laughs> 結局私の場合はこうやって相談を受けてもなんとなくね、うん、まあ脅威に巻くような形になりましたね。うん、まあでもそういうふうにしてくると やりたいことがあるない、確かに、なんかね、うん、時間を持て余したりとか、自分の、うん、人生の意義とかを失ってる人には、うん、ちょっと肩透かしみたいなことになるかもしれませんけども、まあけどね、何がきっかけになって奮い立つかっていうのは本当わからないんですよね。で私も、実際に今からね、何か大きな、ビッグなことをやりたい、 ことがあるかっていうと例えばあ政治がやってみたいなと思うんだけどもでも今の状況を考えたら無理だよねっていうふうにやりたいことを自分で打ち消してるんですよねそれからあの格闘技をこの50歳になってやってみようかなと思うんだけど同時にね打ち消してるんですよいやでもちょっともう無理かなっていうだからやりたいことはあるのに諦めざるを得ないことを同時に浮かび上がってきて諦めてしまうこれもまたねじくじたるものがあるんですよね そうなるとあれやりたいことなんか見つからないなってことはやりたいことをね叶えてきてしまったその,尊さでもあるのかなっっていうふうに、ね、思って思しまいます、ねえーまあでも全体的には奈美さんの言う通りにいろんなことを幅広く知ることによってあこれは興味あるよねやってみたいよねっていうふうに気づくことがあるまあそれが本当にいい回答なんじゃないかなと思いますね。 はいじゃあ今回も真姫大学の特別講義私総会塾の久保からお届けしましたやりたいことの見つけ方、うん、一言で言うといやもうやりたいこと見つかってるじゃんこなしてるじゃん <laughs> いやそういうことの連続じゃないの人生みたいなね,ねやりたいことの小さいやりたいことをたくさんたくさんやってるんでなんか意識してないんですけどもね結構それはありがたいことかなと思うんですよお腹が空いたらねご飯を食べれるこのやりたいことを達成することの日々の連続っていうのは 非常にありがたいことで眠たい時に寝れるこれるこも非常にありがたいことですよね本当なんかね今ウクライナのキーウでは電気も全然通じなくって暗闇の中で正月を明かしたりとかねいつ爆弾が落ちてくるのか分からない状況の中でそれこそ枕を高くして寝るっていう表現がありますけどもとてもそうじゃないような日々を送ってるんだろうなと思いますね。 はい、じゃあ以上でございます。ありがとうございました。